よし、改めて行きましょう。うはー、よりどりみどり来ましたよ。ちょっと待ってこれ、ちょっと待って、こうでモノマネしろで操ってみる。ベヒモスさん操れるのかな。ウーマローは何をしてらっしゃるの。戦う。おお、吹雪ちょっとモノマネしてみる。あ、普通の戦うでしょ。これ操ってんのかな。おお、よくわかんない、よくわかんない。あ、新しい踊り覚えた。なんだなんだ、ここに来て。そういえば全然踊りあ、どれだろう。第一のブルースかな、多分。ここ開いちゃってる。そういえば忘れてた踊りのこと、すっかり忘れとったよ。レッドキャップ、レッドキャップか。なんか鎧系が今すごい少ないからさ、できれば鎧が良かったな。レッドキャップこれだな。 HP が 25% アップする。リルム、あー、ヒップのクラウンつけてんのか。サークレット、保留。こっちは上か下か。下にもあるね。とりあえずこっち行ってみるか。てか完全にさ、人選ミスなんですけど。この4人特殊すぎるんですけど。あー、ガンマ、ほい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 。で、操ってみる。で、戦う。そう、今ね、ホーリーランスをつけてるんですよ。ホーリードラゴンからもらった。このホーリーランスは攻撃した後にホーリーが発動するっぽいですね。そういうことでした。あ、やっぱ操りやすいな。治ったけど。治ってしまったけど。安定の無限頭部ですね。踊ってみる。結構意外と長いな。長いっていうかタフだね。エルニーニョ始めてみる。ちょっと待って、リルム特殊、よく分かんなかった。よく分かんなかった。これ終わっちゃうんじゃないの。ん？アトミックトレイやめて。おお、回復した。やった。あ、リルムレベルアップしちゃった。もう見ちゃわなかった、見てなかったよ私。まあいいか、回復はいいね。お、宝箱な、ナッスンスーツ。お、大きなリスのぬいぐるみ。またそういうことするか。え、あ、ちゃ。でも下がっちゃう。素早さが上がるのね。でも全体的に下がっちゃうから、これじいさんに来てもらおう。ガントレット。両手で持つやつだっけ。プロメテウス。映画ですな。見たことないけど。戻ってみよう。ほい。ちょっと待って、何それ。何それ。やばい、大丈夫。あ、謎の回復。亡霊。あ、ノーザンクロス。ノーザンクロス。じゃあ。特殊が使えないのかな、多分。パラコン感を回復してあげたい。ほい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 、氷漬けになるがいい。
治った。そうか、カラコンカーで回復しようと思ったけど、カラコンカーはひたすら踊り続けてるんだ。でもなんか大丈夫かな、一応回復。回復は午後に任せることにしている。ここ戻ればいいかな、下のルートが正解なのかな。やだー、なんか楽しいこれで下行こう。楽しいわ、ちょっと待って、楽しいわ、気分がいいわ。大丈夫、戦おうかな。あ、まあ、いっか、魔法しよう。フリーザ側をピッ、ほい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 、お、いいね。ギルモンも魔力高くなったね。若干こうモルルのお守りをつけたらいいんじゃないって思う人もいると思いますが、私は戦闘が好きなので戦いたい。ブレイブリング、もういっぱい持ってる。うう、びっくりした。アーマーベース、人乗ってるけど、おい、操ってみようか、どっちか。おっほー、大丈夫？あ、全然大丈夫だ。どうしよう、サンタガがいい。サンタガやってみようか。サンタガ行こう。ダイアツル、おお。どうしよう、回復してあげたいけど。あ、結構負担だね。ほい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 。あーなかなか難しいね。どうしようかな、回復しようかな。いや、戦おう。あ、いい。さて、回復、あ、でも魔法、あ、でも魔法控えた方がいいかな。金の髪飾りこっちないし、これはこっち向きにくるくなってる。これは？あ、これ向こう。ん？いや、こっち向きに回ってるように見えるけど。あ、セーブポイントだ。どうしよう。とりあえず、じゃあ、テントを使おう。テント、テント。テント買っとけばよかった。16個で足りるのかしら。ん？あれ？こっちって？なんか降りてきた。どちらさん？インフェルノ、すごいかっこいい。操れないからアトミックで、また、ちょっと全体かよ、全然痛くない。あ、待って、なんか、ん、そう、3つあんの、3つあるのね。どうだろう、機械っぽいけど、あ、回復しよう。そこやったのね。あ、ほんとだ、インフェルノゲットゥーラフって書いてある。どういうものか。じゃあ、あ、でも全部違うかもな。本体だけやっていいのかな。ちょっとじゃあ本体に本体見よう。で、ちょ、回復しよう。大丈夫それ、痛いね。早くするからいいや。ほいほいほい。うん、ウーマロね、いいね。ウーマロはこう暴走馬だけど、暴走馬だけどいいよ。え、弱点次第でパラコン感が、あ、でも全体でやった方がいいかな。どうなんかな、腕だけ残してもなって感じ。雷、とりあえず単体で。
午後か、ウーマロが何とかしてくれるでしょ。なんかさ、おー、石化。わかりにくい石化きた。パラコンカンがエスナね。パラコンカンエスナ。パラコンカンエスナ。エスナ。ほい。いいのかな、これ。お、なくなった腕が。デルタアタックはなくなったな。右がじゃあ、真ん中サンダが右パイが、グリザが大丈夫それ。ほい。あ、でも、そんなにびっくりすることではない。ほい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 。ほい。いいね、いいね。すごい回復する。左こちらにグリザガをですねお願いしたいと思います。あサンダガだったよね。サンダガ、あ、うちサンダガを、みんな見てなかった。何それ、何事。ほい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 、一体どこで噛まれてんのかもしれない。何、あー、そういっけ。はい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 、回復しました。操るのもな、リルも何する？買おうか。お、いいね、勝利でございます。しょうがないな。じゃあ近くにセーブポイントあったから、セーブしよう。セーブしていいよね。カラコンか、ポールを置いたのか。セリスが持ってなかったっけ、さっき。他のにしよう、これにしよう。バハムートはどこまで来た？で、テント買っとけよかった。物が増えてる超物が増えた。テントモグのやつ好き。モグかわいい。パラコンカンって言ったり、モグって言ったり。サンダガ。ほい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 。うい。レベル5？おし。あー、危ない危ない。ほい。覚え、あ、オッケー。ちょっと待てよ、左にさ行ったらさ、あのボスが出たってことは進むんじゃないの。さっきのコロコロ、半回転のコロコロに行ってみようかな。そうしよう。ヘイスト覚えた。ヘイストか。違います。ケアを、ほい、さっき抜いてみよう。いけない。どう見てもこれ下に回ってると思うんだけどな。なんか完全にリルムが野獣たちをおもりしてるように見えてきた。ランドウォーム、おお、ほい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 。なんかよく投げるよね。よく投げられるパラコンか。相手側サイドにいても投げられる、この。おお。
マロは好きだわ。あれはどうする、あれはどうする、いけないよね、ちょっと試しに。いけない向きって顔してる。下から行くのかな。あ、だからもラストエリクサー、こっちはいけない、いけない、いけないっぽい。あ、いけるじゃん、こっちから。なにあれ、なにあれ、あ、セーブした。さあ、なんなんだろうこれ。あっ、あ、そういうことなんだ。レインボーブラシだって、やったね。あ、特に何もない、両手持ち OK って書いてある。あれ、あったあったあった、うわ、すごい強くなる、やったね。ちょっと一応整頓したか。さて、ん、あ、そうだそうだここに行くのか。思わず Y ボタンを押してしまったっていう。左上は何もないかな。あそこに宝箱、うん、宝箱がいっぱい見えるね。あのパーティー面白かったな。最初はあれだったけど、ジャンクを上から、上から来たな。おい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 、機械どうしようかな。オートボーガン久々に、え、どうしたオートボーガン久々にやってみて、戦うでいいんじゃない。安定だな、このパーティー。ジーバーク、どんくらい、あ、よかった生きてた。あ、よかったですか、それ、それ上がってよかったですか。何にもどうにもなんないけど、一応おー、いいね。そういえば変えてたような気もしてきた。どれがいいかな、誰やる？カイエンさんかな？あれ？カイエンさんを、ん？あれは、ん？あ、こっち行けない。ん？こっちじゃないのかな？ここに行くとこあったっけ？左上、怪しいの？こっちじゃないのかも。あれ？な、忘れちゃったあれ？戻っちゃいけないような気もする。これ何？宝箱？からですね。あれ？ここ来たことある？あれ？これ来たことあるっけ？ちょっと記憶が…あー眠いよ…あ、一番奥までだから落ちたのかな。こう行って…落ちないように…お、いけ…だけど…もういいですわ、左行きますわ。メタルヒットマンかわいいとか言ってたらね、痛い目見るんですよ。よいしょ。あー眠い眠い。クシャドウさんが影縫いにしてね、すごい強くなったけど、まあ、ロックの足元には及ばないかなぐらい。よし、レベルアップ。何つけてたっけ。この辺りをつけていたはずだ。何を
をつけていた。お、これ行こう。どこまで行ったっけ。またこう奥まで落ちちゃうんじゃない。お、あ、いいね。お、フォースシールド、フォースシールド来た。フォースシールドどうする。雷神源氏、あー地区、フォースシールド、よし。雷神の方がいいんだよね、機能的には。どうなんだろう。なんかアイスで回復してること多いからアイスでいいかな。地かな、なんか似たような場所。お、あ、お、あ、わかった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 、あれスイッチだ。これどう見てもスイッチだわ。なるほどね。オリボン、ティナたち頑張ってね。私たちは先に行くわ。左が戻るのかな。お、宝箱、いいよ。フォースアーマー、フォースアーマー多いね。どうしよう、フォースアーマー、フォースアーマー多いねって。あ、こっちか。どうしよう。そうや、源氏の鎧のこと忘れてた。源氏の鎧つけようか。じゃん、フォースアーマーって誰が装備できるの。ココが装備できない。じゃあセッツァさんでいいや。でいいやって言い方おかしいけどさ。よし、で、こっちかな。よし、こう、あれ、モグたちってどうなっ、あ、そうだ、モグたちここにここに来たらやめたんだった。なるほど。こう赤いレッドカーペットにビビって、ここはなんだ。ほい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 、じゃあサンダーをお願いします。楽勝じゃないっすか、楽勝じゃないっすか。あ、お、海炎さん始まった。やっと覚えた。あれ、海炎さん、じゃあこれフェニックス誰かにやっと回せるね。リレーズはいいや。他になんか中途半端に覚えてるやつとか特にない。海炎さん意外と優秀、意外と優秀。あ、デンスペルなんかなかったっけ。どうしよう。じゃあアルテマでも。え、覚えた。あれ、ほい、バハムートは。どうしようかな。アレクサンダー、アレクサンダー、こっち行こう。強いんじゃ、強いんだよね。あ、意外と、意外と強い。
ラビが来ましたな。なんか何覚える何覚える。あ、クイック行こうか。じゃあクイック力プラス2だからさ、ちょっと使うときは使うんだけど。からばよし。なんだ、風車、風車も投げてみ。あ、怪しくなってきた。あ、超怪しい。あ、超怪しい。なんかティナのとこ一番怪しい。じゃあとりあえずこいつやる。ダッシュールを変えとこう。何しよう。セッザーさんは魔法はまあ覚えてないから源氏のことにして。あ、待て、まあいいや。イカ様と死神、死神ってあれついてたよね。まあいいか。で、いいでしょう。レッツ。お喜ばれてる。イエロードラゴン。ドラゴンだが。なるほど。どうしよう、セッツァーさんでライブラ。いや、ちゃ、セッツァーさんは戦おう。何も持ってない。そうでした。そうでした。そうでしたね。どう？セッタさん、それどう？感触はどうですか？あんまりよろしくない。レベル62。と3万2000。水。ふう。ちょっと、気あるがなしで。3万2000だったよね。かける、ちょっと待って、 3×6 サブ618が2回やるだけで死んでしまう。というわけでいいですか。セイレインやりましょう。おい、ティックボイス。おっと、それはパンツを履いているのか。疑惑が甚だしい。何だったの？エスナとか。これは勝ちましたな。あ、風車とか投げてみる。ひー、強い。もうそれダメだよ、ダメだよ。なんかもう手に染めちゃいけないものだよそれ。恐ろしい。クリサローブ？なんだ？あと1匹。ここにもう1匹いるのかな。クリスタローブ。オーブだから、なんかあれなのかな？雪男が装備すると。50%？ いや、でもね、今ね、ぶっちゃけ、あれなんですよ。あまり魔法使ってない系女子になりつつあるので、どうかなですね。はい。あ、待って待って待って、あなたフォースアーマーつけてませんでした？頭それでいいですか。これがいいですね。レッドキャップ、さっきのやつか。